ロペラジ。皆さんこんにちは、ロペラジオチャンネルの川久保翼です。この番組は運転中や作業中の皆様に楽しんでいただくための輸入中古車専門店ロペラジオがお送りするカーラジオとなっております。現在 YouTube チャンネルのロペチューンとポッドキャストで配信中となっておりますので、ぜひご登録ください。今回は噛まずにここまで言えました。それでは今回もですね、おなじみのみのっちさんと一緒にラジオをお送りします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、みのっちさん、はい、今日は天気いいですね。いい天気ですね、本当に。最近良かったんですけど、ちょっとこの前雨あったじゃないですか。ああね、久々に雨降りましたね。久々に車内にちょっと雨が入ってるじゃない。車内に雨が入ってきた。クローズしてる状態で。クローズしてる状態でポタッと。なるほど、はい。それはいわゆるバリオルーフから雨が侵入して車内にポタッと雨漏れというやつですね。だと思うんですけど、あまり深く考えないようにしております。はい、なるほど。はい、確かにね、深く考えてしまうとね、気になってしょうがないになってしまいますね。そこはね、もう何でも OK と、大丈夫だよという広い心で所有をしているということでありますね。ゆのさん、最近、はい、休みの日はどんなことをして過ごしてるんですか？休みの日はですね、はい、基本的に自分家にいるの好きなんですよ。うんうん。家にいることが結構多くて、うんうん、まあ、何やってるのっていうと映画見たりしてるんですけど、最近やろうと思い始めたのが、うん、自宅でヨガ。マジで？本当に？なんか興味があるというか、ちょっと最近、うん、体重が減らなくて増え続ける一方なんですけど、あのね、それを言ってしまうとまたサブちゃんのタイトルの最初に出る自己紹介、美濃田正幸過去。いやー、そっか、そう拾われちゃうからね。ごちそうさまです。ありがとうございます。で、ちょっと運動、うん、まあ、運動やろう、やってるんですけど、はい、食事制限苦手というか、うん、料理もしないんですし。あ、料理しないんだっけ？結構自炊はするんでしょ？自炊はするんですけど、うん、男の料理なので。あ、 V8 の。そうです。5リッター V8 の。そうですね、大排気量な感じでやってしまうのでなかなか減っていかないんですよね。だから運動しようっていう意識は強くて走ったりもするんですけど、はい、家の中でやるってなると限られるじゃないですか。で、アプリでトレーニングのやつ見てるんですけど、うん、ヨガもあって。へえ。ヨガマット風的なやつもあったんで、うん、頑張ればできるんじゃないかな。でちょっとやろうかな。休みの日はヨガをやろうかなとして過ごしてる。やってるわけじゃないんだね。今は自重トレーニングとか、そういうのやってるんですよ。そうなんだ。はい、30分、40分ぐらいのプログラムがある。テレビの前で。あれとかやってないな、スイッチとかで。なんとかフィットみたいなやつとか。あ、はやってないです。あ、そうなんだ。アプリのトレーニングメニューをこなしてる。そうなんですね。で、うちのスタッフでもともと、ヨガのインストラクターいたの知ってます？男？女の子。知らない。じいちゃんっていう子がいるんですけど、はい、その子に今日襲ってやろうかなと。襲ってやろうか。教わる。教わってやろうかなってすごい上から来るんだね、またね。教えをこうかなと。そうなのね。まあでもいいね、そう、やっぱね、独身をうまくなんか楽しんでる、なんか聞いてると僕なんかいろいろ羨ましいなと思う。なんか趣味のゴルフやったりとかさ、はい、ツーシーターのオープンカー乗ったりとかさ、はい、あとはね、ジム行って、ね、あとヨガやってとか、なんかいいよね、健康志向だし。まあ縛りはないですからね。ね、
ですね、僕はね、割とね、ちょっと子供が2人いるんで、休みの日は、あつ森とか、まあ、家にいるときはあつ森やってます。あつ森と、あつか、あつか、あの、スイッチの。流行ってるやつですね。そう、集まれ動物の森っていう、まあ、流行ってたっていうかね、そもそもコロナになって1年ぐらい前にすごい流行ったんだよね、あれね。でもう任天堂スイッチがもう買えなくなって、もうねプレミアがついてたぐらいで、うち普通に定価で買ってやってたんですけど、なんかね、集まれ動物の森のことを略して集森って言うんだけど、集まれっていう発音と集森が混じって、下の子は集森って言うっていう。まだ4歳だからあちゅ森って言うんだけど、まあ、可愛いなって。そう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 。でもね、集まれ動物の森やってて思うのは、あの、本当に動物と植物とか、あとは魚、すっごい覚えてるから。だから水族館行くと魚の名前全部言うの、大体もう。行った時に集まりで魚の名前覚えてるせいか、もうねバンバンね言うのよ、上の子も下の子も。6歳4歳なんだけど、で特に下の子はよく分かってないけど覚えてくんだけど、どんどん。あつもり、あつまり、そう、あちもり、あちもり。でナポレオンフィッシュって分かる？ちょっとさ検索してて、ナポレオンフィッシュ。ナポレオンフィッシュ、うん、あの高値で売れるやつですね。そう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 。そのね、ナポレオンフィッシュもパッと言えるの。あ、ナポレオンフィッシュだみたいな。残念なお顔って。確かに今あの画像を見ましたけど、確かにちょっと残念、なんかそういうさ、残念なお顔とかっていう、あ、そこまで言うんだみたいな。へえー、みたいな。結構ねズバズバ言ってくるんだよね、割と。とかね、そういうなんかね、ゲームをしたりとか、最近ね、桃鉄買ったんですよ。あ、日本地図覚えますね、それね。だからそういうので勉強して、で同じね、年長のクラスが、クラスは別に仲のいい女の子がいいんだけど、もう日本地図全部言えるって。すごくない、桃鉄で。さすが駅名までは言えないけど、もう地図は頭の中もう入っちゃったとか。もうね、最近ね、あとね、ゲームで覚えていくっていうのが結構ね、あるのよ。で、うちの上の子はソロタッチっていうソロ版 の、 あの iPad でできるアプリなんだけど、知ってる？知らない。そう、もうね、ソロ版じゃないの。もうピッピッピッって自分で指で押していくんだけど、もうバンバン覚えてくるよ、それって言うと。足し算引き算掛け算で、うち年長になったタイミングでソロタッチって やらせたんだけど、もうね、九九マスター、全部マスターしちゃってる子もいるし、もう九九を1から9から9から1までっていうのを全部行って帰ってもバンバンできちゃうし、うちはね今ね6の段階まで入ったんだけど、普通に2桁の足し算引き算3つぐらいまで暗算でボンって言えるの。すごくない？自分よりね回転早いわ。ゲームバカになんないですね。全然だよ。56+43-21はとかってパッてパンパンって言う。みたいな感じするでしょ。すげーみたいな。まあそういう時代なんだな。あと、好きな、例えば人とか人物聞くと、もう大体 YouTube の話。もうテレビの人、そう、もうテレビのあの子に憧れるとかっていうのはない。私は YouTube のこの人に会いたいみたいな。へー、大体そう。だから思ってる以上に僕たちがやってる YouTube ってこれからの世代の人にかなり影響してくる。テレビのあの俳優さんみたいになりたいじゃない、 YouTube に出てるあの人になりたいっていうね、子がすごい増えてる。へえ、そんな感じなんですね。うち最近なんかね、ロシアかなんかのね、ダイアナ&ローマとかっていうあるんだけど、それチャンネル登録者数も7000万人とか6000万人とかっていう、世界的にキッズチャンネル、そうそうそう、トップユーチューバーにすっごいハマってて、もう英語とかだとさ、世界中にザーっていう感じなんだ。はい。だからもう日本ではない国からもう全部発信して登録者数も増えて、で最近ね、そのダラナローマってチャンネルを見たら、はい、言葉ほとんど発してない。あ、うまいなと思ったんだよね。もうジェスチャーとかワーとかエーンとギャーン。だからもう世界中の人たちが見ても翻訳もなしでわかるっていう。僕たちが無言でレビューしているのと一緒で、喜怒哀楽だけ表現すればいいみたいな。うわーすげーみたいな。チャンネル登録者数もしっかり、もう再生回数だってもう何億回みたいなのがバンバンあって、うわーみたいな。
すごいっすね。やってみるそれ。言葉なし。うさんくさい演技が出そうですね。うわーって、いいなーって、そういうのばっかりだよね。集まないときはチーンみたいな。そうそう、本当にそういうチャンネルが再生回数伸ばしてて、まあ、キッズだから受けるってのあるかもしれないんだけど、でも僕のあのインスタグラムのダイレクトメッセージも最近ね、もう海外からのメッセージがすごく来て、でね、なんかね、返信してくれないんですかっていうコメントも来るのよ。はい、なんか片言、なんか日本語がちょっとね、なんか翻訳を使ってやってるような感じだから、こんにちは、私に答えてください、クライアントは前に進み、あなたと協力し、それのためにあなたを置きたいと思っていますみたいな。ほら、本当に翻訳、Google でやったみたいな。だけどね、すごい。で、なんか URL がリンクされてて、なんかクリックするのも怖いんだけど、クリックすると、なんかカー用品、コーティング剤とか、芳香剤とか、そういうのを、なんか、チャンネルでやってほしいみたいな。なのか、インスタに載せてほしいなのか。でそういうね、海外からはすごい。これ、ね、ドバイからなんだけどね、しょっちゅう来るの。ちょっとじゃあドバイに招待してもらって今行けないです。あ、行けないですね。そうだね。行けないんだ。ね、落ち着かないと。でもね、それ昔からあったんで、最近やっぱ多いなっていうふうに感じますね。あとね、今日はあの SL をね、レビューしたわけですね。はい、SL といえば、やっぱりミノナさんね、愛車 SL ですからね。ついにやっちゃいました。ね、ついに、ついに、びっくりマークとハテナ。やっちゃいましたびっくりマークとハテナ。みたいなね、そんな感じのレビューになりましたし、明日はね、ロペラ用チャンネルの撮影でね、ザマミさんと やるんですけど、愛車紹介もちょっと出すんで。ザマミさんの愛車紹介。あえてね、僕ね、ザマミさんの愛車紹介をやりたいなと思ってて、ここにいる皆さんはね、知ってると思いますけど、あの愛車こそ、まあ、ロペラ用の七不思議じゃないけど、いろんな、まあ、歴史がある車。そうだね。で、ちょっとね、サプライズゲストなんかもちょっと呼んで。やりたいなというふうに思ってるんで、ね、ちょっと、うん、どういうレビューにするかちょっと川村君とも考えるけど、並走シーンまで撮らなくてもいいかなとは思ってる。いらないかもしれないですね。そうだね、撮るんだったらちょっと他の車撮った方がいいかな。でもせっかくだから記念にね、なんで僕の車だけ並走シーン撮ってくんないですかってなっちゃってもあれだからちょっと考えるんだけど、逆にちょっと撮りたいですか、逆に。はい、うん、あの車をいつもの感じで撮ったらどうなるんだろうっていうのがちょっとあるんで。いやーマジか。ちょっとね、これはね、立場的に迷う。なんかね、勢いだったらおーやろうよと思うんだけど、はい、やっぱりこれね、まあ、どうなんかな、難しいとこだなということです。はい、ね、今日ね、収録したのは1本ロペチューンの方で、はい、SL350、 そうですね、ツールックエディション、ツールクエディションという、ね、ものを取ったわけです、ね、愛車ではないですけどね、愛車550ってもね、はい、告知してるんで。告知してましたっけ。多分言ってる。いや全然してますよ、はい、視聴者の方もね、大体ね、ミノナさん550っていうのは知ってるし、この間のあれでもね、ゲレンデのあれでも550自分乗ってますっていう、あ、なんか言ってたのかな。そうそう言ってたし、それこそ、ネクストネクストクルーザー、ネクストクルーザーちょこっと出てますからね。そうそう、あれでも出てるし、あ、ロペちゃんでも出てませんでしたけど、ロペちゃんは SL 出てないよね。でも自分の愛車は俺がなんかなんかレビュー的に、あの350でしょって言って、いや550ですって言って230でしょ、211ですって言って、そうそう、なんかそんな風に、あの辺ミノダさんがあのロペちゃん撮影中に撮ってるのを多分抜いたと思うんですよ。あれはね、メンバーシップで一回撮ったんだよね。あ、メンバーシップで愛車紹介やったね、一応ね。僕の車ですか。やったよ。乗り換えてすぐメンバーシップですっていう。簡単にやった。そう、簡単にやったね。ちょっとそうですね、あの、オープンにして登場した記憶ありましたね。そう、今ね、それメンバーシップは今ね、ちょっと終わりにしちゃってるんですけど。確かにやったね。でも、GO どうだった、その350乗って改めて収録が終わり、うん、350には350の良さがまたなんか、うん、僕は新しく発見できたなと思ってて、うんうん、まあ、大きく言うと、うん、エンジンサウンドは、うん、なんか V6 の350の方が気持ちよく聞こえたな、うん、あ、ただやっぱり、まあ、トルク感とか走りに関してやっぱり550の方が面白いのは事実あるんですけど、うんうん、
350だからといって、うん、物足りなさっていうのは全然なかったです。なんで高速道路は気持ちよく走れたな。まあ音も良かったし、ね、はい、逆にさ、帰りはさ並走車だったじゃん、はい、それはどうだった見てて。基本自分の車を走ってる姿を見たりもしないですし、うん、じゃあたまにすれ違ったりとか見かけることあっても追いかけることってないじゃないですか、うんうん、なんか新しく新鮮だったんですけど、うん、意外とお尻の姿かっこいいなって。あ、そう、はい、横じゃなくてお尻。お尻、ちなみに今日並走で何回か撮ってる時にまずパワーウィンドウ全開バージョンでリフレクターもないバージョンとか、はいはい、いくつかバージョンやってみたんだけど、はい、どれが一番かっこいい。僕は何もない状態。あ、やっぱり、はい、そう、これね動画見てもらうと分かるんですけど、これからね川村くん編集するんですけど、俺はこのなしが一番かっこいいと思うんだよなって言いながら運転してそうそう、これが一番かっこよくて、で一番かっこ悪いのがパワーウィンドウ全開のリフレクターもやってるやつが、はい、もう運転してる分には全然巻き込まなくていいんだけど、まあ見た目はどうなんかなみたいな感じで言ってたんだよね。そうですね、それは僕も思います。やっぱりそうなんだ、はい、あ、ただ全開にしてしまうとやっぱ風の巻き込みとかがあるので、うん、あんまりそうだよ、ね、やる機会はないんですけど。え、あのディフレクターありなしだったらどうな、やっぱディフレクターあるとかっこいいって感じになっちゃう。見た目はあんまり好きじゃないです。やっぱり、はい、カノ君もそこまですごい邪魔ってことではないんですけど、やっぱない方が、ない方を見てるとやっぱちょっと余計なものなのかなっていうふうに思ったりもするんですけど、でもあれないときついですからね、この時期。特に高速道路はそうじゃないですか。あの6シリーズ、6シリーズは違うかな、あのたまに4シーターのオープンで、うんうん、後部座席になんか引っ掛けてやるやつあるじゃないですか、うんうん、あれは正直いけてないなと思うんですよ。あ、今すごい言葉を選んで、今ダサいと言わずいけてないとそうなんだ。まあ確かにね、4シーターであんまりディフレクターつけてるの見たことないかもしれないな、あんま見かけないね。でもあれがあると違うんだよね。そうですね。あと C のカブリオレとか、うんうん、あのフロントガラスの上、うん、出るね、ネットみたいなのが、ネットみたいな、そうだね。あれも格好悪いかな。確かに、はい、全然効果は違いますけど。そうなんだよね、それちょっと難しいとこだよね、はい。あとオープンカーってかっこよく乗りたいじゃん。そう、乗りたいんだけどあれつけるとかっこよくないしみたいな。一人で乗っててね、誰もいないところで乗ってる分にはいいかもしれないけど、ちょっと街中走りますとかっていう時はディフレクターを下ろしてパワーウィンドウも全開にしてスワーッと。そうです。なるほどね。今日はちょっとね、あの右肘をねちょっとドアパネルに置こうか迷ったけど、はい、やめたサングラスも必要だったんじゃないかとか思いながら、ね、そうね、今日ね本当トンネル出た瞬間にね太陽拳食らってうわーってでも太陽拳だったんだけど間違えて魔漢光殺法って言っちゃったんだよ。手っ張ってますね。そうそう、でもその後言い直して太陽拳だって一瞬ねなんかね光って、あ、魔漢光殺法ってちょっと一瞬思っちゃったんだけど、ふとねクリリンの顔が浮かんだんだよね。そう、なるほどね。でもやっぱり全開の方がかっこいいってことだね、うん、ですね。あれを全開にして夜の首都高で、うん、あの乗り回してほしいですね、SL なんていうのは。やっぱ、あ、そう、はい、やっぱ夜の首都高ってやっぱ他 の, あの高速とかに比べてやっぱ明るいじゃないですか、うんうん、だからまあボディがいい感じに光って、あ、暖かい時期とかにやってたらとてもかっこいいと思います。やっぱ確かにかっこいいね。なるほど、そういうことか。はい、でもね、やっぱ開けて走るとちょっと車内でも美濃田さんと話したんだけど、ちょっと疲れる。やっぱね、風の音かな、バーって来るじゃん。あと巻き込みがあるとやっぱね、それもそれで疲れる。疲れますね、うん、本当に。なんかね、疲れちゃうね。あとやっぱナビの音が聞こえない。多分ね、なんとかですとかって言った声が聞こえなかったもん、開けてると。あ、本当ですか。そう、聞こえなかった俺今日。トンネル出た瞬間ぐらいかな言ってたんだけど、それこそだって
前バッハのカブリオレ、はい、僕ソロで一回一人でレビューしてるんですけど、あれは あ、はい、あの時は、高速乗ってで閉めるタイミングを失い、まあ、しばらくね高速降りるまでずっと開けっぱなしだったんですよ。であれ道分かんないと思ってちょっとね迷っちゃったの、あれどっちから出るんだっけなみたいな。そしたらまずナビが、太陽の光で反射して見えない、そして音声も聞こえない、はい、だから自分のあれ目的設定とかできるじゃん、はい、ピッと押してボタン目的地設定って世田谷区若林みたいな、その声もなんか聞き取れず、ああ無理だと思ってどっか止まんないと、でもこの高速無理だなみたいなところで辛かった思い出があった。そういうのない全然。いや逆に僕オープンした状態で電話、うん、電話で車つないでるんですけど、うんうん、Bluetooth で着信になるじゃないですか、うんうん、普通に喋ったりしますよ。多少やっぱ聞き取りづらい部分はありますけど。でもナビのモニター見えなくて困ったとかそういうのもなしはないですね。へえ、そういうとこなんだね。 SL とか乗ってて思うんですけど、やっぱりオープンを、うん、オープンとして作られてる車だなって、オープンカーとして作られてる車だなと思いました。 C クラスとか、うんうん、C 株とか S 株とかで乗ってるとやっぱりその、まあ、S クラスがまあ空いた、まあ、カブリオレになったっていうので、うん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 、どっかでその光の入り方に不都合が出てくるのかもしれないなっていうのはあまり感じたりします、ね。SL はなんかそういうのが完成度高いなと思って。わかる気がする。あとね、ちょうど今日ロペラ用チャンネルで488ピスタこちらをレビューしたわけですよ。あ、まあ、今日レビューというか配信をしてですね、今のところですね、配信後、今までですね、ここからこれ1ヶ月の間に配信した車で1位がですね、リンカーナビゲーターだったんですけども、やっぱそれを抜きまして、やっぱピスタが堂々たる1位を今ですね、キープしています。でね、コメントもね、なかなかいい感じのコメントをいただいておりまして、カメラマンさんグッジョブ、おーねえ、来ましたね、やらかしましたけど、いやあれはちょっと機材の問題だ。でもそこに気づいてくれる方ってすごいなと思うね。普通なんか演者にねやっぱりフォーカスしがちだけど、カメラマンさんってちゃんと3もつけてもらって、グッジョブ、これ嬉しいよね、こういうのね、そこに気づくんだって。この方ちょっと採用したいね、なんかねなんかうちの編集チームにちょっとね入れてみたいな。同じカメラマンだったらどうしよう。同じカメラマンって、はい、いや自分の仕事もカメラマンやってて、ありえるね、はい、確かに撮り方知ってんなって。なるほどな、うん、あとはね、宝くじが当たる予定なんでと検討してましたとかっていう方もいますし、あとはなんだろうな、やっぱ並走シーンがかっこいい、41分のところで並走シーンかっこいいですみたいな、こう41分のところってトンネル入ったシーンだったんだけど、あ、そうそう、やっぱね、やっぱそういうかっこいいシーンっていうのがあるんですね。やっぱそこをね、皆さんやっぱりこういう風にコメントいただけるとね、川村君もまた次もね頑張ろうってなるだろうし。で、ね、僕にですね、あれありましたね、試乗の時川久保さんのカメラの目線の高さにしてくださいと、多分肩につけてる GoPro を目線の高さにしてください。これね、僕ね分かってるんですけどできないんです、これ。そうだからもうおでこにつけるとか GoPro を、あとは帽子につけるとかヘルメットだな、さヘルメットはちょっとあれだけどでこれ肩につける GoPro にちょっとなんか少し延長できるなんか棒みたいなのが、ね、あることはあるんだけど、一回ねそういうのも試してみたんだけど、ものすごい揺れちゃったの、振動が。であれも GoPro ってね、ジンバルみたいな機能がついてて揺れをある程度ね制御できるんですけど、それでもね逆に見づらくなっちゃうっていうのがあって、そう、目線の高さにするっていうのはね、これよくよく分かってるんですよ僕も、ま、頭につけるしかないよね本当に。もしくはもうここになんか布とかいっぱい挟むしかないですね、肩のところに。ああで肩の位置を上げるっていう、いやーきついなー、長間みたいな感じだと思うんですけど、そう、もうちょっと本当ガチでやるしかないかなと思ってこのおでこのところにハチマキみたいにしてさS311 で使ったヘルメット使えないですか。
ヘルメットは使えるけどね、ヘルメットに GoPro つけてってこと？どうなんだ、ヘルメットつけながらそう、こういうクーペの車を乗るっていうのはなんかどうなのかなと思うし、あとね、いろいろね、これ本当に研究はしてて、まずフロントガラス貼っちゃダメじゃん、はい、ね、GoPro で、助手席、運転席の窓ガラスもダメじゃん、うん、で、ヘッドレストのところからくっつける GoPro もあるのよ、固定できるやつだけど、あれってヘッドレストがガガガガガって上に上がって棒がついてるタイプじゃないとまずできなかった。そうだから全部できないっていうことと、まあ結構難しいな、もうね、頭につけるか、僕は肩ね、でも頭につけてやるの結構きつくないかなと思って、きついと思います。ね、特にあの気が散っちゃうよね、私ああいう車だったらちょっと G かかると、ねね、なんかね不安だなと思って、圧迫もするだろうし、なんかきつい帽子とかかぶるとさ、僕ね結構ねすぐ頭痛くなる。あ、わかります、わかる、はい、それと一緒な感じになりそうな気がして。前車サンルーフがついてればいいんですけど、そっちから上からできるんですけどね、だから昔サンルーフついてる車上からやったりしたんだけどね、そうですね、うん、そうだからね、その辺はねちょっとね、なんとかしたいなって気持ちはわかってるんですけど、ちょっとね、なんかいいアイテムか何かがあればね、やってみたいなっていうふうに思ってます。あ、 あと、あ、こういうコメントも、並走シーンずっと見てられるな、それにしてもこの仕様かっこよすぎるとか、うん、やっぱ並走シーンっていうのがね、でも走ってる姿はかっこいい、めっちゃかっこいいよこれ、あとそれを走る場所、そうですね、大事なんですね、うん、あと、ごまきんさんの車ですかってあるんだけど、ごまきんさんの車ではないですね、はい、あとは、あ、やっぱ並走シーンが美しいとか、やっぱ並走シーンに関してのコメントがやっぱり多いですね。あ、でも車がかっこよすぎましたね、やっぱり。やっぱかっこいいよね、うん、前から見ても横から見てもお尻で見ても全部かっこよかったからね、素晴らしかったですね。で、一番枠取れたのが六本木周辺、東京タワーあたり、これがどう、なんでなくなっちゃったんかねっていう、本当残念で仕方ないんだけどね、あそこが一番取れたんですけどねいや、俺今編集してて思ったよ、あ、カノ君撮ってる撮ってる、あ、でもなんでここだけないんだろうなってね思ったんだけど、まあね、ちょっとねこれからちょっと HD モードで割と撮って、ちょっとね機材もねそろそろね時間が買ってから結構経つんでね、リニューアルしたいなというふうに思っております。以上、ロペラジのフリートークでした。はい、それではロペラジエンディングの時間です。今後もですね、リスナーの皆さんにはですね、僕ですとかミノナさんに聞きたいこと、やってほしいことありましたら、YouTube チャンネルのロペ中のコメント欄、もしくは私のですね、公式 Twitter や Instagram のアカウントに送っていただければと思います。それでは、ロペラジ今回はこれにて終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。